今日の持ち込みだーれ。はい、おろしてください。はい、目を開けてください。はい、はい、誰誰じゃあ、ちょっと人狼しようか、これで。あー、なるほど。左手上げるより右手上げる派の人。あー、おっと。あ、じゃあ、朝はご飯よりもパン派の人。あ、俺パン派ですね。はい、わかりました。はい、いや、俺もなんとなく、なんとなくわかった。せーの、ターボターボターボさんの俺3票、はい、あなたは人狼ですか。違います。おえぇー、僕じゃありません。人狼誰誰。じゃあ次、じゃあ大輝が多かったから、大輝は人狼ですか。残念。大輝、いや人狼強い、どっちかや。人狼どっちかの、どっちかが持ち込みってことでしょ。だってそうだ、決戦決戦決戦。せーのだよな。リボン3票、たつき。あ、じゃあリボン多いから。どう、じゃあ、あなたは人狼ですか。人狼です。おー、うめー、うまいな、うまいな、うまいな、マジで。だーれ。じゃ、関係ねえやい。バドウルフがやりたかったんですよ。違えだから、違えんだよ。今違うって言ったでしょ。キレゲーがやりたかった。そういうことじゃないのよ。キレゲーさせてるのはあなたたちだよ。いや、でも2020年の目標はあなたツッコミ上手くなること。そう、言ったよ。まあ、だからツッコみたい、まあ、キレゲーはまあ二の次で、でもツッコみたいんでしょ、でも。ああ、なるほど。ツッコみたいなとは思ってますけども。じゃあ3人のボケたい、1人のツッコミ、どっちが先に。ああ、違う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 違。いやー、今日暑 い, い, 暑い。もう1月の中旬だから暑い。1月の中旬が一番寒いよ。暑いなぁ。暑くないのよ。うわぁ、うわぁ、口からしてして、もうそれはだ、うん、あー、すげえ、ドナルドダック。それはミニーだ、お前間違えたら。ドナルドダック。あ、おいしい。やめろ、危険だから。危険だから。くせぇ。そりゃ臭かった、ごめん。あ、これ、BABYO。 お前もういい、喋るな。あ、これあれだ、あの、近隣に苦情、うるさいって苦情迷惑来るから騒音ここで閉じ込めるやつだ。そういう目的で作られたわけではない。わぁ、まさかの。それはシンプルにダメ。シンプルにダメ、それは壊れちゃうから。違うのよ。お前、下手すぎる。でも今なんかやろうとしてたから待たないと。そうね、全然わからなかった。今日の持ち込み仕掛け、はい、まあ、最近たつきさん偏差値が低い低い言われてるわけですよ。知らないか、陰口だ。陰口ではね、あなたの目の前でちゃんと言ってる。俺も聞いたことない。ねえ、聞いたことある。裏切るの、お前裏切るの。お前ひどい。どう、まず急に裏切る、急に裏切る。そんなこと思ってたのか。疑惑が生まれてるわけですよ。だから、今回抜き打ちで、たつきさんにテストをしようと思います。県庁所在地を当てろー。盛り上がれよ、もっと。順番に出してって何問正解できるか。これちゃんと正解できれば、まあ、偏差値高いとは言えないけども、まあ、低くはないでしょう。はい、ってことで、それでは早速問題を出していこうと思います。テンポよく行こうや。まあ、トントンでいいから。トントンでいいよ。トントンでいい。山手線ゲームみたいな感じで。わかるもんだって。いや、わかるわかる。そうだね。それは大丈夫。オッケーオッケー。じゃ、それでは、はい、行きたいと思います。はい、県庁所在地ゲームスタート。はい、栃木、宇都宮、おー、島根、佐賀、青森、りんご。鳥取、変な形。滋賀、湖。沖縄、那覇。おお。福井、津。岩手、ひよ。ブラジル、ネアンデルタル人。広島、ちょっと待って、長ない。そうだよ、よし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 。やべえ、ちょっと待って、やばいぞ。ちょっと待って、動画止めて。動画止めて。行かせろ、行かせろ。こんなタツキ映したくない。動画止めて。これダメだ。お前もうやばいよ。ちょっと待って。
ひどい。俺耳は疑ったわ。ボールがちょっとやばいな。やばい。え、嘘でしょ。いや、テンポやばいわ。いや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 。俺の、あの、記憶上、二つしかあってない。え、ちなみに何言った三個。栃木で、俺、宇都宮あってた。俺、島根言った。そしたら、なんつったっけな。滋賀。あ、そう、滋賀。佐賀。佐賀だ、佐賀だ、佐賀だ。え、当たり。当たってねえよ。あ、佐賀県だもんな。佐賀県だ、そうだ。青森、青森。リンゴ。リンゴ。これだ、これだ。これ本当に。これマジキロ。いや、一応ね、リンゴ出てくるやん。ダメでしょ。え、何、当てる気ないの。いや、当てる気満々だよ。ちょっとマジ恥ずかしいから。青森県リンゴ市があると思った。ねえよ、そんなの。聞いたこともねえ。なんとか森だ。それは違う、岩手です。あ、じゃあ岩手も出たよね。はい。あ、青森、そう、青森は青森。青森は青森。青森か。青森は青森。そういう裏技あるか。裏技。裏技じゃねえよ。島根松江。あー、松江ね。聞いたことない。いや、わかるって島根がよくわからん。島根なんか広島の横とかで、鳥取の下とか。あ、まあ同じ地方で。あ、四国。そう、四国。中国地方。そう、中国地方。で、次俺がその隣の鳥取で、俺なんですか。広いやなんか、ぐちゃぐちゃ変なやつ。変なやつ。こんな感じで言ってない。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 これ、これ何かしら言った鳥取変な形。答えは鳥取は鳥取で。鳥取で。ああ、そうなの。そうそうそう。滋賀。これなんですか。違う、湖ってさ。湖。しかも、湖言う前、よっしゃみたいな、もう自信持ってた。おー、これいけんなと思ってたな。湖。なんでやねん。違う、湖、真ん中じゃん。あ、じゃあ、それを湖何。山中湖。もうやばい。嘘でしょ。あ、びわ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 、やめな。やばいよ。山中湖。結構ひどいな。滋賀は大津。あ、大津か。あ、大津か。大津か。大津か。俺は、沖縄で那覇って言って。ああ、俺は、じゃあ、したした。で、俺は次、広島つ。福井。つ。よなんつった？お好み焼き？広島なんつったっけ？なんつったっけな？あ、忘れたな、広島。答えられてなかったのは間違いない。ああ、ヒロと入ってきた。あ、ヒロ。ヒロでもサーモンの時じゃなかったっけ？じゃあ俺の時は岩手で。つ。つ。あ、そう、つだ。岩手でつだ。あ、じゃあ俺がヒロか。で、俺岩手よ。で、つ。そうでしょ。じゃあ、盛岡。ああ、そうそうそう。じゃあ、つが県庁所在地である県の名前は？ね、三重。おー、いや、こうなってることがおかしいよ。当たり前なんて。いや、俺も見れば分かった。聞いた。ブラジルって言ってよ。でも、ブラジルも、でも、首都あるわけだよ。で、俺、なんつったっけ。知らねえ。ネバダ、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 ネバダ。ネアンデルタールズ。覚えてんのかい。答えは、リオデジャネイロ。そう、リオデジャネイロ。でも、なんで建築素材地でこいつ、世界の人言ってんの。え、じゃあ、もう一戦、トントンが早い。じゃあ、ゆっくりやる。トントン。何にしよう。じゃあ、ドンドンどこ行ったか分かんなかったし、俺も。確かに。いや、お前ら偏差値低いのも試されるからね、これ。ああ、なるほど。男性ケレってかぶっちゃダメだ。ああ、もうじゃあそれはもちろん。そうだね。じゃあ2周にしようか。長くなっちゃうよ。2周、2周ね。オッケー。で、スタート。福岡。浜数じゃなくて、分かる。ちょっと待って。赤だ、赤だ。はいはい。兵庫。那覇。間違い四国。長崎。沖縄。ああ、もう違う、絶対違う。新潟。柏崎。新潟。柏崎。あ、こっち新潟って。お前、待って、じゃ、待って。ぐちゃぐちゃすぎる。めっちゃバカ。こいつもバカ。もう、まともな県一個も言ってねえよ。何、バチカン四国。一番ちっちゃいところって合ってるし、合ってるでしょ。知らないよ、バチカン四国。おお、すげえ。え、柏崎当たりじゃない？新潟じゃん。新潟県柏崎。まあ確かに新潟県あるよ。柏崎あるよ。違う。でもこれ考えればわかるやつだ。新潟県十日町。ああ、違う。あれ、そのままなんですね。新潟。新潟は新潟です。あー、裏技。裏技ない。うわ、忘れた。新潟県、新潟市結構有名だから。俺最初だから福岡って言ってたから。いや、ちょっとめちゃめちゃ、これもうすっげー自信満々でしたけど、違う。博多じゃない。博多じゃない。え、違う。博多じゃない。君の大好きなやつ。君の大好きな裏技ですよ。そうなんですよ。兵庫って言って、あと那覇っつったな。あとさ、何も思いつかないとき那覇って言うくせやめた。俺確かに何回か言ったかもしれない。沖縄好き？まさか。違う、那覇がさっき正解した喜びがあった。じゃあ
ずといいんだよ。で、お前が言ってるじゃん。俺は鹿児島って言ってる。言ってねえ。言ってねえよ。バチラ四国言ってる。俺が新潟って言ったって、おめえも新潟って言ったそうだ、新潟って。これ、かっこいち嫌な企画だわ。やばい、しんど。ちょっとこいつに一問だけやって。あ、いい。あ、いいよいいよいいよ。高知。高知。正解です。え、違うと思った。え、何だと、逆に何だと思った。え、愛媛。あ、愛媛、四国。やばいよ。